八代目、市川染五郎三月二十七日体は、歌舞伎役者。歌舞伎名席、市川染五郎の東大。屋号は、甲羅屋。縄文は三つ、銀南。河門は四つ、花菱。本名は、藤間人志。おばは、女優の松本義鋒。おばは、女優の松高子。七代目、市川染五郎の長男として、東京都に生まれる。2007年六月歌舞伎座。 胸郭春雨傘で、初お目見え。父、七代目染五郎と、祖父、九代目幸四郎と共に、高麗屋三代の顔を見せ。2009年6月3日歌舞伎座、角出祝樹連寺市の孫寺市で、初舞台を踏み、四代目松本金太郎を襲名。高麗屋三代揃い踏みの師士の舞となった。2013年5月3日、妻は、 くの一第五回放送で、父、市川染五郎と、映像作品では、初共演。2016年12月8日祖父と父と共に、高来屋三代の襲名披露が発表された。2018年1月2日高来屋三、大襲名披露興行である、ことぶき初春王歌舞伎において、市川染五郎を八代目として襲名した。七代目、松本幸四郎と、初代、 中村吉右衛門は後祖父。初代、松本白鸚は祖祖父。二代目、中村吉右衛門は王子。七代目、小野牛之助は鳩子にあたる。また、実業家の藤間の子は祖母である。ありがとうございます。